でもそれだと、まあ、シャクさんもお年頃じゃないですか、ね、そろそろ彼氏とか結婚とかっていう話もそろそろ出てきてもいい子だと思うんですけど、それに関してもこう小さいおじさんの存在って結構あれですか、重要ですね。え、なんでですか。いや、そうやってだって掃除を勝手にするとかっていうのがあると、まあ、彼にもその存在を認めてもらわないといけないわけですか。ある意味。いや、でもうちだけじゃなくて皆さんのうちにもどこにでもいますからね、おじさんは。そうなんですか。僕ちょっと見たことないんですけど、ご覧になってないだけで多分どこにもいますから。本当ですか、はい。それはやっぱりこう彼氏を選ぶときにその小さいおじさんの存在をしっかり認識してくれる人っていうのはこう条件の入るんですか。まあ、認識はもう見る見ないってその人の自由なんですけど、私が見てるってことをこう怒ったりとかバカにしたりとか白い目で見ない人がいいですそういう世界もあるんだねみたいな、なるほど、微笑ましく思ってくれたら嬉しいです。あ、そういう釈さんを認めてくれる人ですね。はい、ですね。なかなか難しいんです。どうですか。どうですか実際。まあ、まあ、実際今まで認めてくれた人はいなかったです。じゃ結構そういう人を今後も探し求めていくっていう。一番最初見た頃は、うん、大丈夫ってすごい心配されて、うん、MRI 取りに行かされました。正常だったんですけど。あ、それ本当に取りに行ったんですか。はい、取りに予約させられて行ってきますみたいな。すごいですね、はい、うん、でも良かったですね、正常でね。正常ですから、はい、じゃあそれはもう証明されてるわけですから。そうですよ、ね、これからはじゃあ堂々とそれをこう主張して。なんか最近こういう DVD も発売されたり、こう芸能界でも見たっていう方がすごいカミングアウトして、うん、音声おじさんの世界もこうだいぶ市民権を得てきたので、うん、ね、これをご覧になった方たちももっともっとこう見たことを恥ずかしがらずにアピールしてもらいたいです。なんか芸能界の中でこの話をこう普通にこうざっくばらんにできる人ってどんな方いらっしゃいます？実際私お会いしてないんですけど、渡辺徹さんとか加藤浩次さんとか V6 の加田さんとかご覧になってるっていうよくメディアで配信しますね。あ、なるほど。そしたらこれ釈さん発信でそういう人たちのこう集まりで会議なんですけどどうですか？そんななんか心が病んでる。いやはい、そうですね、うん、そしたらみんなこうだよねっていうふうに分かるってなってもらえる。結構その人たちの話聞いてて、あ、そうみたいな感じなんですか、釈さん。大体フォルムとかは似てるので、うん、みんなおじさんとおっしゃってたりとか、うん、間違ってたりとか、うんうんうん、すごい世界ですね、ある意味ね。分かりました。他に何か質問ありますか。その釈さん、はい、小さいおじさんだけじゃなくて、はい、なんか石坂浩二さんがゴム人間を見たとかいう話もあるんですけど、他のそういう、まあ、ウーマっていうんですか、その未確認物体を見たことはないんですか。いや、いっぱいあるんですけど、まあ、霊的な現象のものだったりとか、まあ、カッパとか、だるまとか。だるまってどういうこと。だるまはスタジオでゴロゴロ親子が転がってただけなんですけど。あ、なるほど。なるほどなんですね。ね、なるほど。あ、じゃあ結構、まあ、その UFO 的なものを見たり。あ、そうですね、UFO は普通に。あ、なるほど。いやいや、ね、存在してるはずです。はい、ます、はい。他にどうでしょうか。大丈夫ですか。はい、小さいおじさんが恋愛対象になったりとか。あ、絶対ないですね。その理由ってなかった。やっぱ心を通わせることができないというか。小さいおじさんとはね、コミュニケーションがなかなか取らせてもらえなくて、こうみんなに信じてもらうために何とかこう写メとか試みたんですよ。そうするとこうコーディティしてきたりとか、なんかこういじめられたりするので、そこの世界はちゃんとこう見てみないふりをして、あ、見て見ぬふりをしてそっとしといてあげたいなと思います。妖精おじさんの DVD が発売されました。皆さんもこの DVD をご覧になって、ぜひ妖精おじさんを探してみてください。